皆さんこんにちは、看護師のしきです。今回は血小板と DIC をテーマにお送りします。最初に血小板はどんな働きをしているのか分かりやすく説明していきますね。血小板は止血に重要な役割を果たします。皆さんもご経験があると思うんですが、血管が損傷すると血が出ます。出血が続くと危ないので、損傷した血管に血液中の血小板が集まり、その血小板によって血栓が作られて傷口を塞ぎます。これを一次止血と言います。そしてさらに凝固系、専用系が働き、次々と様々な反応が行われることで止血が行われるんです。病棟ではそのまま血小板と呼ぶ人もいれば、プレートと呼ぶ人もいます。私の周りはプレートが多いですね。英語ではプレートレットと言い、このように表記されるのをよく見ますね。基準値はこのようになります。病院によって微妙に値が違うので、所属している病院の値も確認してくださいね。血小板が基準値より増加している場合は、本体性血小板血症などの可能性があります。また慢性的な炎症性の疾患であったり、出血や感染症の可能性もあります。そのため他の検査結果の情報を確認したり、患者さんの状態を観察していく必要がありますね。血小板が基準値より減少している場合は、白血病や再生不良性貧血、播種性血管内凝固症候群、これが DIC ですね。また多量の出血や抗がん剤や放射線治療の影響も考えられます。疾患だけではなく、治療によっても血小板の数は減少する可能性があるので、患者さんが今どういう治療を受けているか、治療内容を把握することも大切になってきますね。血小板が減少すると出血傾向になります。出血傾向とは、出血しやすい状態、もしくは血が止まりにくい状態となり、出血に対するリスクが高まります。出血傾向がある際に患者さんの体で観察することは、皮下出血の有無や口腔内出血はあるか、また鼻から出血はないか、他には下血がないかなどが挙げられますね。血小板が減少している患者さんから採血を行うとき、採血後は止血を十分に行う必要があります。血小板の数が減少し、出血傾向をきたす病態は様々なものがありますが、特に大切なものは播種性血管内凝固症候群です。 DIC と略され、 DIC と呼ばれることが多いですね。 DIC とは、急性白血病、固形がん、敗血症といった基礎疾患のもと、全身に著しい凝固亢進をきたして全身の血管に小さな血栓が多発する重篤な病態です。この微小な血栓により、細かい血管が詰まると血液の流れが妨げられて、臓器に十分な酸素や栄養が送られなくなり、臓器障害を引き起こします。播種というのが、種をまくという意味をもともと持っていて、血栓が全身に広がっている様子を表します。またDIC では凝固の亢進だけではなく、血栓を溶かそうという働きを持つ専用系の活性化も起こるんです。異常を早期発見するためには、検査データだけではなく患者さんの症状を観察する必要があります。観察ポイントとしては、まずは先ほどご紹介した出血傾向がないか全身を観察します。そしてバイタルサイン、心拍数や血圧に異常はないかや、動悸、息切れといった自覚症状はないか、呼吸症状や意識障害、また尿量の低下といった臓器障害の症状がないかということを観察する必要があります。異常を見つけたらすぐに医師に報告をする必要があります。 DIC にはまず基礎疾患が存在するので、疾患の勉強や治療は現在何をやっているのかという確認も大事になります。わからなかったら先輩や医師に確認して、自分の理解が深められるといいですね。
勉強したことを全部暗記しようと思うと大変なので、病棟でよく持ち歩くノートなどにメモをして、その都度確認していくと自然に頭に入っていくと思いますよ。また私も皆様の勉強のお役に立てるように動画作り頑張りますね。今回は血小板と DIC を中心に説明しましたが、血液の凝固に関する検査データはもちろん他にもあります。血液というのはとても奥が深いので、もっと知りたいという方はどんどん勉強を進めていってくださいね。また血液の基本的な働きを知りたいという方は、漫画アニメにもなっている働く細胞がおすすめです。血小板も血小板ちゃんという可愛らしい女の子のキャラクターで登場しているので、ぜひ見てみてくださいね。それでは今日の動画は以上になります。今日の動画が役に立ったよという方はぜひいいねボタンお願いします。検査値の動画もどんどん更新していくので、見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、今回もお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。